以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだしちょっと休んでいきません？トゥビー、気が向いたらね。
レジスタンスキャンプに書かれていた数列を座標に変換するとこの辺りになるはずなんですが、ナインエス。
この機械生命体の解析を。え、どうしてですか？ちょっと気になることを言ってたから。解析完了。当該機械生命体は仲間を破壊されている。その栄光を理由にレジスタンスの男性をここに呼び出し、最終的に破壊した模様。機械生命体が復讐した？そんな複雑な概念を持っているなんてちょっと考えづらいですが。この遺体はレジスタンスキャンプで依頼された探し人でしょうか？メモリを調べてみましょう。この人も復讐のためにここに来たんですね。そして弱い方が殺された。今回の件、依頼人の女性に報告するの気が重いですね。真実を知ったからには言わないと。それがどんな真実でも。
ら以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか？先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫はそうでしたね。歌姫？あれが。あ、あとは森の国にもいるのですが。森の国？この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって、とても排他的なグループで我々は近づくことができません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。Thank you.
何でしょうね今の。さあ、トゥビー、何、いつになったらナインズって呼んでくれるんですか。ナインエスで十分伝わる。まあそうなんですけど、でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない。ナインエス、あなたは感情を出しすぎ。私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。こちら 2B、 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。あそこ、怖かった？もう大丈夫だよ。早く戻ろう、別の敵が来るかもしれない。そんなダダをこねないで。 2B どうしよう、こんな小さな機械生命体の相手をしたことなくて。私にもわからない。言ってるそばから来ましたよ 2B。 わかってる。気は済んだ？お母さん心配してたよ。だから僕たちが来たんだ。一緒に帰ろう。僕たちから離れちゃダメだよ。ちゃんとついてきて。してたよ。だから戻ってちゃんと謝ろうね。
Thank you.
ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。なんかあいつ逃げてばかりです。爆発するぞ。なんだこれ。あなた方は。怪しいから壊そう、トゥビー。ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょうあれ。この先が森のある地域みたいですね。それはこっちのセリフ。気をつけて、ナノメス。はい。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、
ちょっと行って調べてみましょうか。
さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。他にも王様が住んでそうなお城ですね。攻撃に気をつけましょう、トゥビ。分かった。ナイエーゼ。え？今何て言いました？分かった。ナイエーゼ。え？違いますよね。もっとこうナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。
要ない。解析、機械生命体の部品。これは